指のビブラートって、ここはもう弓は使わないで、音は出さないで、手だけの運動になりますね。で、実際レッスンでやるときは、この順番で準備するよって声かけして、一周ごとにメニューを追うといいんですね。で、以前、押さえ吹かせやったでしょ。1番ね、指のビブラートのところです。押さえ吹かせ。これやりましたよね。1本ずつ。で、ビブラートもね、1本ずつ。必ずこう指上げてね。あとね、1からどうしても教えたがる気持ちはわかるんだけど、3がね、一番動きやすいのね。なんでって、3って一番、縛りがないのよ。1って一番縛りがあるのね。ここがネックに近いから。だから、3から教えるといいと思っています。で、線のその音、指先を置いて、で、それで、こういう動き。ぺちゃって寝ちゃっていいの。じゃあ2でやってみましょう。で、1でいきましょうか。で、それで最後4ね。指先、指先でこうやって滑ってずれても構わないですからね。はい、じゃあ次、手首のビブラートです。ポイントはね、つけたまま。つけたままで、それでつけたまま倒すの。これが手首の練習。で、この時も、ぺちゃって寝ちゃっていいですからね。力入れて潰すんじゃなくて、倒す感じ。倒すっていうのは、こっち、向こう側に倒すのね。そうだ。あなた、ビブラートって、線の上をこう平行に動くと思ってない？次のページに出てくるけど、こういう動きを使うの。前腕ってこう、回るでしょ？だから、人の体って直線的に動くことはできないから。だから、倒すときにこういうふうになるわけ。今、手つけてるわけだけど、くるっと回ってるでしょ。こうなる。直線じゃないから。で、2の指。で、1の指。手振ってくるくる回ります。これが手首。で、4。雑巾絞りってあるじゃん。こういうやつ。それが縦になるイラストなのね。縦で雑巾絞りしてごらんっていう。ね、こう。で、それでこう。このねじりを意識しましょうって話なんですね。前腕ってここだから。